冒頭1件ございます。7月14日のいわゆる黒闇訴訟の広島高裁判決については、昨日総理から上告しないことなどの方針が示されていたところでありますが、本日持ち回り閣議で黒闇被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決に関しての内閣総理大臣談話を決定をしたところであります。内容はお手元に配布したところであります。以上です。共同通信の方ですが、今入ってきたニュースなんですけれども、報道ニュースで少しですが、東京の新規感染者が2500人を今日大きく上回る、あるいは3000人を大きく上回る、上回るという報道がなされていますが、ついつい入っておりますが、情報があれば。いや、まだ都から正式な発表が行われているとは聞いておりません。時事通信の真島です。東京五輪に関してお伺いします。日本選手の金メダル獲得が続いていますが、政府としての受け止めをお願いします。また、五輪開始前は日本国内で五輪開催中止を求める声が多かったですが、日本選手の活躍も踏まえ、コロナ禍で五輪を開催した意義について改めて説明をお願いします。昨日午後の会見でお答えした以降、昨日は柔道で大野将平選手、卓球の混合ダブルスで水谷隼選手、伊藤美誠選手のペアがそれぞれ金メダルを獲得をされ、日本選手団において金メダル8個、銀メダル2個、銅メダル4個が獲得されているものと承知をしております。大会の意義についてはもう昨日申し上げたところでありますけれども、選手の皆さんにおいてはまさに大会が1年延期されるという中、さらにはコロナ禍という厳しい環境の中でトレーニングを続けられ、そして最高のパフォーマンスを本番でできるよう準備をしてこられ、そしてこの東京オリンピックで先ほど申し上げたようにそれぞれメダルを受けられたということであります。改めてお祝いを申し上げたいと思いますし、また結果がメダルに結びつかなかった方もいらっしゃいますけれども、そうした皆さんが積み重ねてきたトレーニングや練習の成果、それを思う存分発揮していただいて、ご自身が満足をいただくされるパフォーマンスをされ、またそのパフォーマンスを通じて国民の皆さん、またオリンピックの皆さん、見られている方々が感動を受けられているというふうに思います。またさらにそうしたことを引き続き期待していきたいというふうに思います。産経新聞、千田と申します。五輪関連でお伺いいたします。東京五輪パラリンピック組織委員会は、本日天皇陛下が23日の開会式で開会を宣言されている際、菅総理と小池百合子知事らが着席したままだったことに関し、予定していた起立を流す場内アナウンスが流れなかったためとし、説明し陳謝しました。組織委から政府に対し連絡はあったのでしょうか。事実関係について教えてください。まず本日組織委員会のスポークスパーソンがぶら下がりにおいて、台本では天皇陛下の開会宣言の際に起立を促すアナウンスを予定していたが、実際にはアナウンスが流れなかった、関係者に混乱を生じさせてしまい申し訳ないと考えていると説明をされたと承知をしております。なお私自身特に連絡は受けてはおりません。読売新聞の山崎ですが、冒頭長官から発言になったのも総理大臣談話についてお伺いします。談話の中では84人の原告と同じような事情にあった方々について訴訟への参加不参加に関わらず認定し救済できるよう早急な対応を検討するとの方針が示されています。具体的な検討のあり方やスケジュール等について政府の見解を伺います。今回のまず冒頭申し上げた黒闇被爆健康手帳交付請求等訴訟に関しての内閣総理大臣談話においてでありますが、昨日総理が表明されていた7月14日の広島高裁判決については上告は行わないこととし、84名の原告の皆さんに被爆者健康手帳を速やかに発行すること、84名の原告の皆さんと同じような事情にあった方々については、訴訟への参加不参加にかかわらず、認定し、救済できるよう早急に対応を検討することを閣議決定をしたところであります。またその際、今回の判決には、原子爆弾の健康影響に関する過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れがたいものであること。
とりわけ黒い雨や飲食物の摂取による内部被曝の健康影響を科学的な線量推計によらず広く認めるべきとした点については、これまでの被曝者援護制度の考え方と相入れないものであり、政府としては容認できるものではないことという、本判決の問題点についての政府の立場も明らかにしたところであります。そうした中で、確か午前中も申し上げたように思いますけれども、具体的にこの審査等をについての検討については、厚労省において広島県、広島市、長崎県、長崎市と相談をしていくということになるわけでありますし、議論にあたっては今回出した談話をもちろん踏まえて議論していくということになるというふうに思います。西村関連でお伺いします。談話の中では今回の原告について一定の合理的根拠に基づいて被爆者を認定することが可能だとの判断を示しています。どういう根拠でこの認定可能だと判断したのでしょうか。また訴訟の中で国側はこれまで80人の被爆者に当たらないというふうに主張されてきたかと思いますけれども、整合性についてどのように考えているのか今回お伺いします。ごめんなさい、もう一回言っていただけます。これまでその84人 の, その被爆者の認定に関するこれまでの主張との整合性をどのように考えているのかお伺いします。まずそのまさに1、2審でその事実認定がなされているわけでありますから、そこからそれを踏まえた上で今回の84名の原告の皆さんについてですね、合理的な根拠というものをその中から見出してですね、考えていくことは可能だという、こういうことでありました。それはまさに閣議決定に書かれている通りであります。でその上でごめんなさい、どういったその根拠のですね、その判決の中でどういった部分を、要するにこれまでは国は判決ではそういうふうに示されてますけども、国側の主張とはその整合的でない部分もあると思うんですけども、そこについては判決を受け入れるという、そういう理解でよろしいでしょうか。判決を受け入れるというか、判決を受け入れるというのはこの84名の方々に対して被爆者健康手帳を速やかに発行するということ、それが判決を受け入れるということになるわけでありまして、その上でですね、その今後の議論ということでありますから、この4名の方について、そこの合理的な云々ということがあるかないかということにかかわらず、今回判決を私どもは上告をしないわけでありますから、これに対しては速やかに交付をするということであります。その上で今後の在り方をどうするかということについては、先ほど申し上げたように、広島県広島市、長崎県長崎市とともに認定をどうやってやっていくのかというこの議論をしていく、その議論にあたって今回の方々のこの判決で示されたこうしたこと、こういったことも踏まえて検討していく、こういうことだということだと思います。であります。それを通信の方です。話題変わりました。韓国と北朝鮮が南北間の通信回線の復旧に合意しました。今回 の, 関係改善が日本外交にどのような影響をもたらすと考えているのか認識をお伺いします。本27日、韓国政府はこれまで遮断されていた南北間の通信連絡線、これを再開した旨発表したと承知しておりますし、また北朝鮮の朝鮮中央通信も同時通信の報道を行ったと承知をしております。本日再開の発表がなされたばかりでありますので、現時点においてその影響について予断を持って申し上げるのは差し控えたいと思いますが、我が国としては南北関係を含め北朝鮮をめぐる動向について重大な関心を持って平素から情報収集分析に努めているところであります。引き続き状況を注視していきたいと考えております。その後に質問ありますので最後でお願いします。中国新聞の下久保です。よろしくお願いします。総理談話のことでちょっとお伺いしたいんですが、結びのところで原爆投下から76年の後にですね、一番最後に唯一の戦争被爆国として核兵器の廃絶と世界の恒久平和を全世界に訴えてまいります。これは前から政府が言われていることで、まさに広島、長崎も願っていることなんですが、核兵器禁止条約の参加であったり、そのオブザーバー参加についてのお考えというのは、前からこのような記者会見で尋ねているんですけど、核兵器禁止条約については、長官、この談話を踏まえてどのようにお考えでしょうか。これまでまさにこういうこと、この今日
談話の中にもですね、引き続き原子爆弾の投下から76年が経過しようとする、今でも多くの方々がその健康被害に苦しんでおられる現状に思い出しながら被爆者の皆様に沿った支援を行っていくということ、そして同様に再びこのような惨禍が繰り返されることのないよう、世界唯一の戦争被爆国として核兵器の廃絶と世界の恒久平和を全世界に訴えてまいりますということは、これまでも申し上げてきたところであります。その上で核兵器禁止条約についての考え方、あるいはオブザーバー参加についての説明もさせていただいたわけでありますので、核兵器禁止条約についての我が国の立場等は従前と変わるものではないということであります。中国新聞の紹介、以前と変わるものではないというのは、条約参加、条約の批准書面について、いまだに消極的だ、また考えないということなんでしょうか。また最後の質問ですから、合わせてお伺いしたいんですけど、被爆者に寄り添った支援を行ってまいりますということなんですが、被爆者認定を持って被爆者になるわけですけど、その前に原爆症認定、いろいろな、ものについてですね、地元の広島、長崎の方では、被爆者の中から、被爆者認定基準の見直しであったりとか、いろんな注文もいろいろ出ていますが、この、被爆者認定、原爆症認定基準について、どのようにお考えかも、併せてこの際、聞かせていただきます。まず核兵器禁止条約に関しては、我が国唯一の戦争被爆として、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードする使命を有しており、核兵器禁止条約が目指す核廃絶とするゴール、これは共有をしているわけでありますが、一方で核兵器のない世界を実現するためには、これまで申し上げているように、現に核兵器を保有している国、これらを巻き込んで核軍縮を進めていくことが不可欠であります。で、現状ではそうした核兵器国の支持が得られないこと、さらには NATO 諸国をはじめとする多くの非核兵器国からも支持を得られていないという、こういう状況であります。また、我が国周辺には北朝鮮の核ミサイル開発など引き続き不透明な不確実な要素も存在をしており、透明性を欠いた軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化の傾向も顕著となっております。こうした我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、抑止力の維持強化を含めて現実の安全保障の脅威に適切を対応しながら、地道に現実的な核軍縮を前進させる道を追求していくことが適切である、この考え方、この考え方にとって引き続き対応していきたいというふうに考えております。なお今回の判決、あるいは黒岩訴訟に関して、については、ご質問がだからあれですね、原爆症の今回はあくまでも、原爆症ではなくて、原子爆弾の健康被害に関するこの条文わかりますかね。ごめんなさい。原子爆弾被爆者に関する援護に関する法律の運用に書いての判決であり、その指針について今後検討するということでありますので、今お話のあったそのものとはちょっと法律の建前は違うということはご承知の通りだと思います。ただこれまでも私も厚労大臣の時からもそうでありますが、個々の事例等についていろんな判決が出てきています。それに対する対応の仕方等々について、これまでも被爆者の皆さん方とも協議を重ねてきているわけでありますから、政府としてはそうした協議を引き続き重ねながらですね、そうした皆さんの声も受けたまりながら対応していきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございました。